こんにちは、マイルウェイズです。今日はマレーシア発着日本往復の航空券 ERCY0 の運賃で、石垣島をアドオン都市として追加設定した航空券で、ここまでは全部完了してまして、袋で、シンガポールへストップオーバーし、そのシンガポールに向かう、羽田からシンガポール間の動画の紹介になります。全フライトは6フライトクーポンで切ってまして、今回この動画は第5区間目、羽田シンガポールの区間になります。座席は E クラスになりまして、全日空のプレミアムクラスの座席になります。今回この全日空のフライトですね、全日空843便というのはシンガポール航空、それからエアカナダ、ユナイテッド航空との共同運航便になっています。この冠がですね、SQ ですとか UA ですとか AC という冠のついた、そのような運賃計算についてルートフェアで面白い運賃が組めるような形になっています。羽田空港の出発前のラウンジは全日空のですね、スイートラウンジ、ファーストクラスラウンジを使わせていただきました。全日空のファーストクラスラウンジ、羽田のスイートラウンジ、ここを使うことが羽田空港で全日空を使って出発するときに今一番の楽しみになっています。なぜかと言いますと、この中にありますダイニングエッジというレストラン形式の食事を取れるところがあるからです。入り口で手続きを取りまして中に入ります。中に入りますと右と左に分かれます。で、右側に行きますと、こちらがその画像になるんですけれども、座席、それから飲み物、それから簡単な軽食を取るところがございまして、あと、カレーですとかスープ、そして、ここはですね、オーダーメイドのですね、注文する形式のお食事をするカウンターになります。牛丼ですとかカレーですとか、あとうどん、そば、ラーメンなんかを注文できます。ここに出てくるそのメニューは成田空港にあるファーストクラススイートラウンジも同じです。あとホノルルのファーストクラスラウンジにもやっぱりこのようなカウンターはございました。で、入って左側に行きますとですね、メインのですね、ダイニングエッジのあるコーナーがございます。こちらが外の飛行機が見えるような窓ガラスがありまして、であとこの座席ですね、半個室型のテレビのついた座席がございます。ですから私はいつもスイートラウンジを使う場合は左側に行きまして、この半個室型の座席が空いてれば入ります。レストランダイニングエッジは7時半からオープンになります。で、7時から順番待ちの登録をします。呼び出しのですね、ベルをもらいます。こちらがメニューになります。これがステーキですね、ステーキ、それから鶏肉とオマールのスチーム、それからこれは魚介類のスープ、ブイヤベース、それからハンバーグですね。で、こちらが牛肉のデミグラスソース煮、こちらがサーモンのお料理、それからこちらが担々麺です。で、料理を注文しますと、その間待ってる時間はサラダを自分で、取りに行って食べてます。で、出来上がりますとこちらに料理を運んできてもらいます。今回注文したのがハンバーグと温泉卵のついたもの、私はこれが一番レストランで美味しいんじゃないかと思います。で、量がそれほどありませんでしたので、担々麺も注文しましていただきました。で、その他にデザートがあります。デザート気がつかない人は結構いるんですけども、デザートがありますので、行かれたらぜひ注文されてみてください。食事が終わりましたらば、シャワーを浴びてすっきりとして飛行機の搭乗に備えます。シャワーも、私のお気に入りはですね、天井の上からですね、雨のようにこうポタポタと落ちてくる、そういうシャワーがお気に入りです。で、その他にも通常のですね、シャワーの形式もあります。あと、ダイソンのドライヤーも設置されています。今回この便もプレミアムクラスの座席から
全日空昨年度の搭乗実績に応じて配布されましたアップグレードポイントを使いましてビジネスクラスにアップグレードさせていただきました。このシステムはとても良いシステムだと思います。で、日本航空も以前はですね、アップグレードクーポンというのをですね、使わせていただいたことがあります。現在はそのアップグレードクーポンの配布というのは日本航空はやめてます。ぜひ全日空のように、エコノミークラス、もしくはプレミアムクラスからビジネスクラスへのアップグレードできるような仕組みを復活してもらえたらなと思います。で、今回私が使いました座席が、ビジネスクラスになりまして、ギャレーのこの、後ろの方にあります。こちらですね。こちらの座席になります。で、今回の飛行機はボーイング787型機の機体になります。飛行機の中での楽しみの一つにアルコールっていうのがあるんでしょうけれども、私の場合はアルコールがちょっと体が受け付けませんで、いつもこうメニューを見ながら、これさまざまなアルコールが搭載されていて、皆さん中にはこうこれを楽しみで飛行機に乗られている方もいらっしゃるんだろうなと思って、羨ましいなという気持ちでいつもこのメニューを眺めています。全日空の場合ですね、深夜便になりますと、特に飲み物とおつまみが出まして、その後はもう到着前の朝食のみのサービスになります。で、今回はですね、お好きな時にということでいただける中から、おうどんを注文しまして、いただきました。映画を見ながらこのきつねうどんをいただきました。飛行機の中でですね、すぐ離陸してこの深夜便なんですけれども、全日空は本当に食事は特にサービスありません。しかしながら JAL の場合ですと、離陸してしばらくしますと簡単なですね、軽食、お寿司なんかを出してもらえます。で、食事についてはですね、はっきり言って全日空と JAL を比較した場合、JAL の方のがお金をかけてるなというのを感じます。また、味もですね、正直私の好みとしては JAL の方のが美味しいような気がします。到着の2時間前ぐらいでしょうか、朝食のサービスがございました。今回私はですね、
和食の方をいただきました。こちらがカニかなんかのあえたものですね。これ果物のデザートになります。お漬物がありました。お味噌汁。今回和食は確かですね、金目鯛かなんかの煮付けだったと思います。なかなか機内での案内のですねビデオというのは出発前皆さんに見られないと思うんですけれども、ここが航空会社と腕の見せ所でいろいろ工夫を凝らしたビデオを作っています。ニュージーランド航空なんかが評判のビデオを作っているようですけれども、全日空の今回のですねこの歌舞伎を使ったテーマのですね機内のアナウンス、これはとても面白いユニークな日本らしいオリンピックに向けたいい動画ではないかと思います。で最後飛行機が到着してですね、飛行機降りる前にですねその動画のですね撮影の風景、こんな感じで機内のビデオを作りましたっていうのを流してます。でこれなんかも、ちょっと面白かったので最後までちょっとビデオに収めさせていただきました。日本らしくて非常に全日空らしくていいビデオじゃないかなと思います。以前の動画でも話したんですけれども、電車で隣り合わせた全日空の社員の方だと思うんですけれども、まあ、先輩と後輩、男性のですね営業だと思うんですけれども、後輩がうちの会社のことが好きで好きでしょうがないっていうような話をしているっていうのを動画以前上げたと思うんですけれども、全日空のそのスタッフのスチュワーデス、キャビンアテンダントとの方以外もですね、この電車で乗り合わせた営業マン、それからグランドスタッフですね、チェックインカウンターの人たち、なんか全日空のスタッフからはですね、本当に会社を良くしたいという一人一人が、私が今できることをやってきます、私がお客様にとって今一番のサービスを私なりに考えたものを提供していきたいというようなものですね、全日空のスタッフからは本当によく感じます。これが全日空のですね、社風なんだろうと思うし、全日空の強さだと思います。いずれ全日空は私は世界一の会社になるんではないかと思います。頑張れ全日空。でここでですね、今回のフライトのプレミアムポイントの確認をしてみたいと思います。 TPM ティケテッドポイントマイル、区間マイルですね、東京からシンガポールの TPM、 ここは3312マイルになります。で運賃別積算率、予約したクラスは E クラス、これはプレミアムクラスになりまして、運賃別積算率は 100% の運賃になります。
これアップグレードしててビジネスクラスに乗ってますけれども、運賃別積算率は予約したクラスでの積算になります。で、路線倍率は東南アジア路線、アジア路線ですので 1.5 倍になります。で、搭乗ボーナスポイントは400ポイントが今回加算されまして、今回第5区間目全日空843便 E クラス羽田からシンガポール、この区間のプレミアムポイントの獲得は5368プレミアムポイントの獲得になります。今回第5区間目こちらは5368プレミアムポイントの獲得になりました。では最後に、海外バスの旅どうでしょうということで、シンガポールからクアラルンプールへのバスの旅を紹介してみたいと思います。で、シンガポールとですね、クアラルンプールおよそ350キロの距離がございます。で、この区間をですね、走らせているバス会社いくつかあるんですけれども、スターマートエクスプレス、それからグラスランドエクスプレス、スターキスタナエクスプレス、それからスリーマジュという会社ですね。これらのバス会社あります。で、所有時間はですね、大体5時間ぐらいを見てるんですけれども、で、費用は24ドル、アメリカドルで24ドルから28ドルぐらいの幅があります。で、私が以前ですね、この区間をバスで搭乗した時に、5時間ってあるんですけども、なんか感覚としてはですね、バスがちょっと遅れてですね、私の場合8時間ぐらいかかったような記憶があるんです。ですから、この部分で、シンガポールからバス、うまくスムーズに行って5時間、で、私のようにですね、なんかすごい時間がかかって8時間ぐらいかかるケースもあります。で、それぞれのバス会社のですね、ホームページをこの動画の説明欄に貼っておきますので、もしちょっとやってみたいな、旅してみたいなと思う方いらっしゃいましたら、そのホームページから直接予約もできますし、シンガポールのですね、ゴールデンマイルコンプレックスという建物があります。だいたいここの建物から出発するようなんで、で、この建物でですね、中にですね、バスの会社のですね、チケット売り場があります。で、大体そのチケット売り場の向かい側の道路に面したところからバスは出発するようです。で、私の場合、マレーシアはですね、クアラルンプールにあります、TBS というバスターミナル、ここに行くバスを購入しました。バスのチケットを購入していきました。この TBS というのはですね、マレーシアのですね、市内と、空港のちょうど間にありますバスターミナルで、すごく近代的な、飛行場のようなですね、清潔感とシステムになっているバスターミナルです。そこに向かってシンガポールから出発しました。このバスターミナルに関してはですね、ゴールデンマイルコンプレックスよりも、マレーシアのですね、TBS バスターミナルの方がはるかに、先進的なイメージがございます。コメントやご質問、お気軽にご記入ください。航空券について、JGC 修行について、SFC 修行について、旅行関連について、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。一緒に旅を楽しみましょう。旅行会社様募集中です。海外発着の航空券をシティ発券できる海外の旅行会社様募集中です。また日本国内の旅行会社さんで外を発見できる旅行会社さんも同時に募集中です。私の動画で紹介させていただきたいと思います。一緒に旅行業を盛り上げていきましょう。今回の動画が気に入っていただけましたら高評価をお願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いします。